こんにちは。名古屋セラピストオフィス、柴田敏夫です。今日もアロマテラピー1000本ノックをご覧いただき、誠にありがとうございます。ではまず、20秒のシンキングタイムをどうぞ。 それでは107回目のアロマテラピー専門の句を見ていきます。今日はホメオスタシスについての説問になります。425本目、向上性。これは丸になります。向上性のことをホメオスタシスというと覚えておいてください。426本目、死下株。これは自律神経系。 内分泌系、免疫系、これらの中枢として床下株が考えられますので、これが丸になります。427本目、小脳。うん、まあ確かにね、小脳も脳の一部ですけど、ホメオスタシスとはあまり関係がありませんので、一応小脳はペケにしておいてください。428本目、 自律神経系。これは丸になります。ホメオスタシスについては、向上性という日本語。つまり、体内の環境を一定に保つということですね。それから、自律神経系と内分泌系と免疫系。これらがホメオスタシスを維持しているということです。 それから、その自律神経系や内分泌系、免疫系の中枢としては、脳内の視床下部というところが司さどっていますので、これもホメオスタシスと非常に強い関係がある。これも覚えておいてください。はい、それでは今日はこれで終了になります。私のブログとこの YouTube 動画を合わせてご利用いただけますと。 あなたの勉強の効率がさらに高まりますので、ぜひよろしくお願いします。今日も最後までご覧いただき、誠にありがとうございました。ではまた明日お会いしましょう。